どうしてミッチを殺した？どうして？あいつはわしの全てを奪った。生まれ育った村に火を放ち親兄弟を殺した。これはわしの復讐だ。復讐なんかしても意味ないよ。憎しみからは憎しみが生まれるだけだよ。サル君はミッチ殺して幸せになれたのか？黙れ。復讐なんか虚しいだけだろ。黙れ。だからもうやめよう。誰かを傷つけたり恨んだりしなくていい世の中作ろうよ。サル君みたいに大切な人を亡くしたり傷ついたりしなくて済むような、そんな世の中をさ。そんな世など来ぬ。貴様はここで死ぬ。俺が無理なら猿くんに任せるよ。猿くんだけじゃない、みんなで作ってほしいんだ。俺と一緒にこの時代を生きてくれたみんなに、この思い託したいんだ。たとえ俺が死んでも未来につなげてほしい。平和な時代はいつか必ず来る。争いのない笑って暮らせる、そんな時代がいつか必ず来るんだ。頼んだよ。